今回はエスカノールがいろいろと面白いって話です。撃つよ。強い。戦え。無理。戦え。ジ・エンドってやつか。やらかした系やね。取られた芸歴はともかく自分から突っ込んでく芸歴はやったらあかんね。まだ倒れるわけにはいかぬ。どうしてオイラはゾン。決めるのは我だ。君の元に必ず戻る。撃つよ。せや。身をもって償わせてあげよう。心をもてあそんだ大罪を。おこがまし。おこがまし。強い。無理。ブレッキューチの金を参照に、篠原隊の陣が目覚めを通されないよ。それまでに潰すか、キューチの9の瞬間に溶かす。遠距離なら、無視と意識していくよ。ブブブ、プシュー！リベンジってやつさ、受け取ってもらおう。なんとか成功。まだ倒れるわけにはいかぬ。こんなガキの喧嘩じゃねえ。戦機解放。ちなみに冷血対戦では兵力を徐々に削る効果はロックとして扱われるけど、原作的には周囲のとこが太陽の熱で仲間も近寄れないから、計略が敵だけが対象でよかったと思うわけです。余裕をこくのが強者の特権です。撃つよ。おこがまし。この剣で人々を守護する。流派発動。三の肩。撃つよ。僕ってばダメな子。男を見せろ、ハーレクイーン。王たる威厳と存在を今こそ示せ。僕ってばダメな子。間に合ったか。力を貸すよ。
手段で将軍家の権威をよみがえらせる。天気倒れるわけにはいかぬ。おこがまし。僕ってばダメな子。おこがまし。強い。ジ・エンドってやつか。余裕をこくのが強者の特権です。今回は2試合やるよ。次は1試合で2回エスカノールを使った試合。見せてあげよう、心を持て遊んだ大罪を。今度は俺らの番だ。
こいつらを守る必要なんてなかったな。攻めあるのみ。今度は俺らの番だ。身をもって償わせてあげよう。心をもてあそんだ大罪を。なって接触することを思いついたよ。大切な思いを消すことは誰にもできないんだ。君の元に必ず戻る。余裕をこくのが強者の特権です。鬼身の戦見せてやるとしよう。ご視聴ありがとうございました。ゲームオーバーです。